気がつくと、君を目で追っている。君の笑顔、鈴の音のような笑い声、すべてが愛おしくて。君が僕に気がついて、手招きをする。恥ずかしくて、嬉しくて。それでも、そっちに行くことができない僕は、その場から、 逃げることしかできない。神様、聞こえますかたった一度でいい。一度でいいから。あの子と話したい。あの子と笑い合いたい。あの子と。何のお願いをされたんですかああ、突然すみません。 ずいぶんと熱心にお願いされていたようだったので、気になってしまって。私はこの神社の神主と言ったところです。ここのところ、よくあなたがお参りされているのを見かけるなと思いまして。あ、お願い事は教えてくださらなくて大丈夫ですよ。叶わなくなってしまっては困りますからね。それに、 私は神主ですから、後で神様に聞いておきます。神様と話せるのか、ですか。そうですね。あなたのご想像にお任せしますよ。ですが、一つだけ。ここは稲荷神社です。色恋沙汰は、他の神にお願いする方がいいかもしれませんね。どうして、 と言われましても。稲荷神社は五穀豊穣を願う場所ですから。ちなみに、狐が神であると勘違いされている方が多いようですが、狐と稲荷の神様は全くの別物なのですよ。ええ、狐はあくまで稲荷の神様の信徒なのです。同一視されることが多いので、仕方がないところではありますが。あと、 稲荷の神様が油揚げが好きだと思っている方も多いのですよね。実は違うのですよ。油揚げが好物というわけではなく、ネズミに見立ててお供えしたのが始まりと言われています。キツネは肉食動物ですから、実際に好物というわけでは、<laughs> ごめんなさい。つい熱くなってしまいました。引き止めてしまっていますよね。 すみません。あなたと話しているのは、とても楽しくて。ご迷惑でないのならよかった。あ、そうだ。今晩はお祭りなのです。よければ、あなたもいらしてください。もう少し、あなたとお話ししたい。お家でなければ、ぜひ、お待ちしております。 こんばんは。本当に来てくださるとは、とても嬉しいです。浴衣、とてもよくお似合いですよ。私の格好ですかああ、先ほどお会いした時は寒い姿でしたからね。かっこいい、だなんて、あなたに褒めていただけるとは光栄です。ここへはお一人でいらっしゃったのですか いいえ、あなたはご友人がたくさんいるでしょだから誰かと来るだろうとばかり。幼い頃からよく一人で来ていたから。そうなのですね。それは知りませんでした。この場所、縁結びのご利益があるのかもしれません。いいえ、なんでも。こちらの話ですから。では、参りましょうか。 <laughs> すみません。屋台を見る目がキラキラと輝いているのが可愛らしくて。どうして顔を隠すのです照れていないで、こちらを向いてください。あなたの顔を見ていたい。あ、今度は怒っているのですかコロコロと表情が変わって面白い。ほら、そこのいなり寿司を買ってあげますから。 機嫌を直してください。二つくださいますかありがとうございます。はい。この神社自慢の稲荷寿司ですよ。ぜひ食べてみてください。私もいただきましょう。お隣、失礼しますね。うん、美味しい。この程よい甘さがたまりませんね。あなたは、 気に入られたようですねその顔を見ればわかりますとても幸せそうなお顔です膨れているあなたも可愛らしかったのですがやはり笑っている方が素敵ですねあ、そうだこの神社で起きた不思議な出来事興味ありませんかせっかくですから稲荷寿司を食べがてら聞いてください これは人に恋し人になりたいと願った狐の話ですあるところに狐がいましたその狐には親はなくいつも一りぼっちでしたある日楽しそうな声がどこからか聞こえてきたので混ぜてもらおうとその声のする方へ行ってみました たどり着いた先は神社。そこでは子供たちが楽しそうに笑いながら遊んでいました。キツネは自分も混ざりたいと思ったのですが、人間ではない自分が行ったところでいじめられるだけだとお腹毛から眺めていることしかできませんでした。でも、それでも楽しかったのです。その中のある女の子に、 恋をしていたから。いや、その時は恋だとは思っていなかった。でも、女の子が笑っている姿を見ているだけで幸せだと思っていました。女の子を目で追うのが狐の楽しみになっていた頃、女の子が狐に気がつきました。女の子は狐に向かって手招きをします。でも、 狐はそこから逃げた。なぜかってそうですね。立場が違いすぎるからでしょうか。人と狐ですから。狐は考えました。どうしたら女の子と話せるだろうと。そして、神様にお願いすることにしたのです。あの子と同じ人にしてください。 神様を願いを叶える代わりにいえ叶えている間は稲荷の神様に仕える狐になるという条件でその狐を人の姿に変えました期限は10年間10年後のお祭りの日に舞を終えるまで無事人の姿になった狐ですがずっと物陰に隠れていたので 結局、その女の子のいる世界へ出ることができなかった。切ない話、ですか確かにそうですね。キツネは女の子と結ばれたかったわけではないのです。あなたと同じように話し、笑い、共に時間を過ごせたらいい。それは叶いましたから。おや、そろそろ時間ですね。 実は、今日が私にとって最後のお祭りなのです。ですから、柄にもなく緊張していまして。あなたとお話できて、幾分か緊張がほぐれました。お付き合い、ありがとうございます。さて、私にとっての最後の舞は、あなたを思い、舞います。 一番近くで見ていてくださいでは行ってまいります動画見てくれてありがとう ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聞きに来てねバイバイ